はいどうも、はいどうも、はいどうも、はい、楽しいご飯の時間ですよ。今日はですね、久しぶりにセブンイレブンさんのご飯です。持ってくる最中、運ぶ最中に歪んでました。歪んでたっていうか、ガチャガチャになって、こうやって変な風にして運んだから、いろんなものがこう寄ってたかってじゃない、寄ったりはみ出たりしてこうなりましたけど、おかかたっぷり、おかかたっぷりのり弁当、おかかたっぷりのり弁当かっこ麦飯です。これ麦飯らしいです。それあんな見なずに、みんな見ないで買ってきました。でこれも食べたことないから、ベーコンエッグのおにぎりも食べてみようかなっつって、でこれも見たことないから、コッペパン、卵&カレー、卵とカレーというが一緒に入ってよっていうやつですよ、これ。で、これも飲んだことないから、ちょっと飲んでみようと思って。あんまり、こう、甘いやつっていうか、その、味がするっていうか、やつってあんま飲まないんですけど、普段。ちょっと飲んでみたいなと思って、いただきます。鼻が詰まってます。鼻が詰まってなければもっと美味しいんだろうな。うん、美味しいのは分かる、美味しい。うん、美味しい。大人のファンタピーチでした。大人のファンタピーチでした。いただきます。鼻が詰まってます。生地も鼻が詰まってます。ちょっとこう麦飯おかかいってね。うん、うん、プチプチしとって、プチプチしとっていいね。あー、食べたくなるぐらい。もうこれ昨日買ってきて置いてた、昨日。うん、うん、やっぱおかか美味しいね。これで税込み398円、約400円か。いいじゃないですか。さすがですよ。うん、ちくわもちゃんと入ってるよ。よかったもさん、ほら、おいしい。ちゃんと見て買ったからね、それは。ちくわいる、白身魚いる、唐揚げもいるね、コロッケもいる。おかかもいる、海苔もいるっつって、麦までいるっつって。この日本全体で弁当ってどんぐらい売れるもんなんですかね。もう海苔弁とかカツ丼とか
そういうの関係なくしてですよ、弁当1日何食くらい出るんだろうね。ああ合成着色料不使用、保存料不使用、純粋使用、こういうの見たらね、不思議なもんで余計美味しく感じるんだよ。鼻も通ってきたね、ちょっと。ああ、美味しい。ちょっとこっちも行ってみよう。ベーコンエッグ、ベーコンエッグ、ちょっと行ってみましょう。中身行ってみよう、中身を。あらららら、ら美しいね、また美しいっすね。いいね、いいね。うん、うん、ベーコンエッグ、うまっ、うん、うん、うん、おじゃす、あざす、あっ、あああ、薬も飲んでます。薬も飲んでます。なんでこうなったかな。うん。1日1回の釣りで、ああ1日持ちますか、皆さんは。僕はダメみたい。1日1回のでいいよっていう薬、その1回だけで乗り切れないみたい。ああ、隠れてない、全然隠れてない。全然隠れてなかったですけど、鼻かんでちょっと元気になりました。うん、
128円、税込み138円もしたから、これなんだ、卵フィリングカレー、うん、説明書いててそんなにしたか、あ、柔らかい柔らかい、パン柔らかい、パン柔らかい、パン柔らかいです、パン柔らかいです、うお、美しい、これ説明よりもなんかちゃんとしてる、こんなことある、これほら、だいたいこれよりもちょっと悲しくなるじゃないですかね、えもうしっかりというかそれ以上でしょこれ。ありがとうございます、さすがです、セブンイレブンさん、さすがです。うん、あ、これは美味しい、これは美味しいよ、このパンも柔らかくてぷかぷかしててね、いやこれほんとイメージ図以上だわ、すごい、いやこれすごい、カレーのさ、この真ん中1本じゃなくて、うんじゃ、この2本、こう通してるとこがまたいいですよ、これ。こっちでもこっち、こっちとこっち、こうやってね、一口でこういく人じゃ、こうやって食べる人いるだろうから、いつもカレーが入ってくる、この気遣い。美味しいな、ああ美味しかった、セブンイレブンの弁当、パン、おにぎり、で、あとファンタ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、また明日。